岡山県新見市にある県立の高等学校。高知が南高知と北高知に分かれている。愛称は新井高。岡山県内唯一の学科総合型高校である。岡山県教育委員会が2018年度に策定した県立高校教育体制整備実施計画では、県内に複数ある複数高知の解消が計画されており、 南高知に集約する方向で調整している。2021年7月、高知解消の一連の情報が発表され、以下の通りとなった。普通か、行行を、架空にしている。サブタイトルには、2019年度まで、セットユアサイツハイが用いられていたが、現在は、明日の私は、私が作る。となっている。GT、総合的な探求の時間、では、 2017年度に当時の2年生が新見市議会に対して地域の課題解決をテーマに研究、調査し、陳情を行った。これが評価され、早稲田大学マニフェスト研究所などが共催する第13回マニフェスト対象優秀シティズンシップ推進賞を受賞した。その後は持続可能な開発目標の17スローガンに基づいた陳情が行われ、 2018年度は医療情報提供改善。2019年度は環境保全に向けた取り組みの促進。2020年度は新意液再開発に関する提言をそれぞれ実施した。また、特に南高地では生徒会活動が盛んで、2020年度から組織理念 We Are Travelers が発表され、ロゴマークも制定された。そして、生徒会が運営するホームページ。 トラベラーズウェブが開設された。2021年6月に日本初の生徒主導型長期経営計画とする生徒会経営計画2025を対外発表した。北高地、新ギレンマを参加一体の家訓としている。幅広い領域に展開された参加を活かした教育活動が行われているほか、地域との交流活動も積極的に行われている。 岡山創生高校パワーアップ事業の指定を受け、工業技術科の小中学校への出前事業、生物生産科の小学生との芋掘り、田植え稲刈り交流、総合ビジネス科のドキドキショッパーズを代表例として数多くの活動が実施されている。特に生物生産科が行っている千夜牛の五番乗りは新見市の古くからの伝統を受け継ぐもので市内のイベントなどで披露される。 部活動男子ソフトボール部が競合として知られ、春の選抜大会やインターハイの優勝経験も持つ。2021年度のインターハイは、準優勝だった。木村睦を、岡山県立新見農業高等学校卒業、宮永正人、平井敏弘、本田義弘、取締役社長、名古屋昭弘アナウンサー、NHK 解説委員、中村淳平、樽見五郎。 ありがとうございます。